環中国へようこそ。1月24日のニュースをお伝えいたします。旧正月に近づき、中国共産党中央宣伝部は地方の通信社に対し人々の幸福感を報道しました。そして第20回党大会に向けて良い世論の雰囲気づくりを命じました。しかし現実は宣伝文句とは正反対のようです。中共公式メディア新華社通信の19日付の報道によると、中央宣伝部が地方の通信社に対して旧正月期間中に各地の経済社会成果を報道しました。そして第20回党大会に向けて良い世論の雰囲気づくりというテーマを記者や編集者に出しました。内容は党委員会と政府による貿易とコントロールを重点的に宣伝すること、人々の幸福感と切なる期待を報道することです。ラジオフリーアジアの20日付の報道によると、日本静岡大学の楊海栄教授が、新型肺炎の新型コロナウイルスの流行、大量の失業、急速な少子化、経済の下押し圧力など、多くの不利な要因を前に、中共当局がプロパガンダを通じて幸福な雰囲気を作ろうとする動きは、当局が自信を喪失したことを示していると述べました。現在、オミクロン変異株が中国の10以上の省に蔓延し、北京でも検出されました。中共当局の暴力的な封鎖措置により、強制的に隔離された多数の出稼ぎ労働者や、現地の人々が旧正月に帰省できませんでした。食料もなくなるという深刻な問題に直面しています。各地では集団抗議デモが発生しているという噂も流れました。20日、深圳市春光系雲海園団地の住民は長引く封鎖で外出や出勤ができなくなりました。住民たちは続々と家を出て抗議デモを行いました。中共当局は地元警察官に鎮圧させるよう命じ、多くの住民を逮捕しました。20日、西安市岩東区で一部のコミュニティの管理会社は、周辺住民が基本的な食料や生活用品を買いに行くことを阻止しました。その結果、管理会社と住民との間で衝突が発生しました。このことは地元警察官に通報され、抗議参加者の一部の住民が逮捕・拘束されたため、多くの人々が集まり、解放しろと叫びました。17日夜、天津市清政区大地鎮の団円団地で出稼ぎ労働者が食料不足に抗議したと伝えられました。大勢の警察官が到着し、抗議活動を主導した車の上に立っていた男を逮捕しました。そのことによって現場にいる人々の抗議を招きました。中共の強硬な貿易対策による抗議デモをめぐり、中央党校の元教授である蔡霞氏は、今中国各地で貿易を上回る過酷な政策が行われている。貿易の名目で中共当局は人工的な二次的人権災害を作り出した。多くの命を奪い、多くの人々を絶望的な状況に追いやったのだとツイートしました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。